はい、どうもこんばんは。6月21日金曜日夜9時を回りました。リビドタイムです。パーソナリティのアイデンです。そしてですね、今日は、アシスタントこちらの方です。スーパーアシスタント、はい、はい、コデビル隊の小松です。どうもです。どうもです。はい、あの、はい、いつもあの小田くさんのあのボーカリストさんがですね、はい、はい、あの今日なんでしょうね、なんか今日サボりたいらしい、ね、サボりたいらしい、はい、ついにサボった、はい、ひどいですね。今まで遠洋ギューって言ってたけど結局サボってんだな。そうですね、はい、なるほど、はい、はい、そんなわけで、まあ、我々二人でお届けするのもあれなんでですね、はい、CM アザンダーズに、はい、素敵な方をお呼びしまして、ね、結局3人で雑談をしようかなと。あ、そうですね、いうことに。何もないので今日はゲストもいなければ。そう、まあ、そうですね。いや違いました。本編で登場するあの方ゲストですよ。あ、そうなんですね。グダグダ会じゃない。いや、それはまあいつものことなんですけど、呼べば来そうな人を呼んだから。ひどいひどいなんて番組だ。じゃあ提供の方お願いします。はい、はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウスこぼれ日、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、はい、なんかあの小松さんの方が綺麗にいきますね。そうですね、はい、まあ、そんなもんですよね。当然です。はい、はい、というわけで、では一旦 CM です。はい、シュメムさん、店長、店長。はーい。これ、9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、というわけでですね、いや、はい、始まりました、はい、座談会、座談会、グダグダ会、はい、もう一方グダグダ会にお呼びするのはこちらの方です。ロックオンミュージックスクール近田先生です。へ、こんばんは。どうも。どうせ俺は暇だからよ。誰だよ、呼べば来るだろうよ。ひどいな小松君。誰呼ぶ、近田先生と小松でよくねえみたいなことで、よくねえ、そうそうそう、でよくねえ、そう、サボる人が言うっていう。そうだよな、はい、本当によ。ね、マグロ釣ってこいっつよね。そうですよね。本当にいつになったら解体ショーやってくれるんですかね。本当だよね。楽しみにしてるのに。いつを解体してやれ。そういうのはね、昨今あまりよろしくないので、ホラーな自分です。そうよね、はい、ハロウィンの時だけにしまいですね。はい、そういえばこの間、はい、1万分の1っていうのはどの程度のものなんだ、言いましたね、言った、ね、はいはい、しばらく前に、はいはい、それで、はい、まあ、確率思考実験っていうのね、僕は1万分の1はちょっと無理なので、はい、ちょっと行ってきたんですよ。やったんですか。いやいやいや、1万分の1は無理ですよ。はい、まあ、違うやつをね、320分の1程度の確率思考実験を、実験場に行って、確率思考実験場っていうのがあるんですよ、うん、あちこちに、はい、そこに行ってですね、確率思考実験をやってきたわけですよ。はい、それでね、はい、320分の1っていうのを、はい、まずは、どの程度でこう当たるものっていうのをやったらですね、まあ、おおむね320回までには6割ぐらいは当たるだろうという計算上らしいんですが、はい、まあ、最初に当たったのが、ね、620回目だったんです。お、まあ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 全然普通の出来事なんですよね。でね、まあ、継続してやったわけですよ。でね、まあ、320を超え、先ほど当たった620を超えるわけですよ。おかしいな、そろそろいいんじゃないかなと、はい、やっていたところですよ。ところ、はい、
4桁に突入し、うん、1000あれ、うん、まあまあいいか、うん、でね、まあ、暇ですから、はいはいはい、入ることもないので、はいはい、あのロックバーの曲を覚えながらやってたわけですよ、なるほど、ああ、はい、でね、それで、まあ、思考していった末ですよ、はい、まあ、実験場も終わりの時間がありまして、そうですね、実験場の終わりの時間がもうそろそろ近づいてきた頃ですよ、はい、もういいかと、はあ、うん、パッと見たらですね、はい、1800回ってなる。うちなん1800回、まあ、はい、当たらずですね。これまあまあ、はい、まあね、まあもうちょっとで6倍ぐらい。なるほど。うんうん、でもこれがね、思ったんでその時、うん、自分を慰めるために。ははもし1万回のあの実験をしていたら、うん、もうすぐ6万回ぐらい俺はあのサイコロを振ることになってたと思えば、ね、なるほど、そう思えば、はい、まだまだ可愛い方じゃないかと、なるほど、うん、思って慰めながら、はい、帰ってきたというお話でございましたが、はい、小松君どうですかこれ。いやもう途中で何の話してるんだろうと思いましてですね、確率の実験の話、実験場に営業時間があるっていうことと、あと不思議だよ ね、 ですね。でも宮城県のね、はい、確率実験場の営業時間は他の地域より長いみたいですね。ああみたいですね。おお、不思議ですね。そうですね。実験費用も結構かかりましたけれどもね。なるほど、おかしな話でございますよ、これ。成功報酬は出なかったということで。まあ、失敗に終わりましたからね。ああ、なるほど。うん、なるほど、ね、まあまあまあ失敗するときもあれば成功するときもあるということで、はい、皆さんほどほどに。いやー、なるほどね、はい、はい、そうですね、はい、あれですね、ラジオの実験場がスポンサーになったらちょっと太いですよね。おお、まあいろいろとね、実験いろいろとありますからはい、最近実験場はアニメが多くて、はあ、はあ、いろんなアニメのものがあるんですよ、はあはあはあ、ゲームのキャラクターやら、はあ、アニメキャラやら、うんうんうん、割と詳しくなりますよ。最近なんか新しいのとかって言ってるんですか。なんだっけ、リゼロとか流行ってる。おお、うちの猫の元ネタですよ。おお、はい、そうなのか、はい、あのリゼロのダイヤ、ダイダイって言っちゃった、うん、実験ダイ、実験設備、うん、やられたことあります。リゼロね、はい、うんうん、あの銀髪の女の子とかできます。あ、俺ねリゼロやってないんですよ、はい、やってない、あ、うん、ぜひそうか、銀髪の女の子、女の子出てきたらうちの猫 の、 あの元ネタです、うん、あ、エミリアカーです、はい、そうか、はい、エミリア、お前なんとかしねえと餌やらねえぞって言えばなんとかしてくれるかもしれない。あのチュールとか持ってたらあのなんかあのちょっと実験がスムーズにですね、そうか、はい、成功報酬出るパターンになるかも。なるほど、じゃあ、まあ、あのリゼロうちの人にはぜひ。皆さんチュールを持ってきてください。なんだこれ。ね、ああ、そうね、まあ、あの日見た花の名前がなんとかつのも、まあ、夏頃に、うん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 、出るらしいです。あとはまあ、あのルパンダのなんだのはね昔からあって、あとはコードギアスとかルルがいますね。あ、いますね。あの目欲しいな、好き放題にある、ね、あれね、あの目便利だね。便利ですよ、うん、チートですよ、最強ですよね、うん、いや全力で金持ってこいとか言ってた。うん、だよね、はい、そりゃ大変なことになるよ。なりますよ、うん、なりますよ。いやー、いいなー、どうしたら、どうしたら手に入るんだろう。あれのコンタクトとか売ってんじゃない。確かあると思います、あると思います。あれってなんかああいうアニメ系なんかいろいろありますよ。多分あるんじゃないかな。あのナルトのやつとか売ってたし、へー、多分いろいろあると。いやー、そっか、よし、今度。でもあれずれたりしないのかね。お前横になって斜めになってるぞ、そのマークみたいな。やっぱこうつけるときにうまくやった後、まあ、ありえない、なくはないですよね、うん、あれでもなんだっけ、レンズって重さこう
微妙に変わったりする、はい、あの遠近療養レンズって今あるじゃないですか。あれとかはちゃんとこうあの下側にこう来るらしいよ。あ上下分かれる。なるほど。じゃあつけてからこうあのくるくるしないように、うんうん、勝手にこう今やってるらしいので、きっとギアスの、はい、レンズに、はい、なるほど、うん、それつけて俺小松に全力でギター持ってこいっつったら毎日10本ぐらいずつ俺ギター増えてっちゃうわけ。なんだどうしたどうしたまずそれだな、まずあれだ、はい、あのコードギアスから始めよう、はい、コードギアス、わかりました。いやでもわかるです、あのしっかりあのちょっと命令間違ってしっかりお金も取られてるもんね。そうか、請求書まで来る儲かるのは小松のみたいな。あ、そういうことですね。いやー8グレーでよかったよみたいな在庫全部なくなったよ部屋が広くて過ごしやすいなって俺の部屋もギターで埋まるわけです。そうですね、はい、なるほど、うん、まあ、そんなわけで、はい、皆さんアニメに詳しくなりたい方は確率思考実験場に行ってはい、いやね、なるほどね、はい、実験場ね、実験場びっくりですよ、はい、はいうん、はい、そこ宮城県遅い子までやって他より遅いんですか。うん、あのね始まる時間も早いんだよね。なん仙台市内と8時から夜の11時半までとか、ね、どれだけ稼ぐ気やねんみたいな感じだったけど、もう普通あのどこだろう10時からとか9時からとかいうのが普通なんだけど、夜8時からで夜も、まあ、11時が一般的なのかな、10時半とかね10時ぐらいなんだけど、じゃあ11時半まで、しかもお祭りになると12時まで頑張りますな、頑張るね、みんな実験大好きですね。実験大好きだね、はい、まあ、お店もね、うん、ウハウハだね、はい、ね、あのお店って言っちゃダメですよ。あ、そうだね、実験場だけど、ね、実験場実験場そうです、はい、まあでもね、どこもかしこも存続の危機になってますからね、うん、最近は、うん、そうですね、大変みたいですよ、うん、はい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 、いやいや、そんなわけで、はい、そろそろ1万回の1万分の1チャレンジもやらねばならぬかなと、うん、なるほど、小松さんやります？うん、いや実験が違くてですね、たまにしか行かない、本当たまにしか、違う、その1万分の1、はい、の実験は実験場に行かないでやるから大丈夫だよ、はい、あ、そう、どういう意味でしょう、実験費用もかからないし、かからないですね、はい、うん、うん、ちょっとだけ根性がいるだけです、うん、1万分の1を当てると、はい、お金がもらえるんです、はい、我々から、我々から、うん、はい、我々が、はい、やったじゃん、はいはい、で一発で当てたら1万円もらえる、はい、だっけか、あれでもなんか我々損しないように作ったような気がするんですけどね、あれどうしてなんだっけ、1万回手前に1万回目に当てるとゼロだったんじゃない、それはそうだったと思います、そう、はあ、1ずつ減っていく、減ってく、うん、はあはあ、うんうん、だから例えばサイコロで1万分の1のサイコロを投げて1万分の1に当たったらおめでとうなんだけれども、1回目で当たったらもうもろ1万円だろ、だから1万1引く何回目っていう金額がもらえます、ぜひ、はい、素敵ですよ、素敵だね、はい、ひたすらサイコロ振ってます、うん、でその間我々はバーベキューをやっていいよ、はい、はい、あ、そういうことですか、そういうこと、ちょっと多分 5% ぐらいしか理解できてないですけど、そのぐらいでやった方がいいかもしれないな、大丈夫じゃないですか、ちょうどほらあの明日あれですよ、あそうだね、明日バーベキューですよ、ロックオンミュージックスクールバーベキュー大会ですよ、ここみんないるんじゃないですか、あ、いますね、はい、よし、じゃあ1万分の1のサイコロを持っていかなきゃな、持っていかなきゃ、ああ、なるほど、よし、いや楽しみだね、そうですね、うん、1万分の1をだってあっさりクリアできたらさ、はい、次は宝くじにチャレンジできる可能性があるじゃない、できる可能性がある、はい、大したことないらしいよ、1万分の1なんてそれに比べると、なるほど、うん、宝くじなんてね、もう全然もっと
えらい確率なので、うん、そう、はい、ね、はい、ぜひぜひぜひ、はい、まあ、はい、まあ、みんなでこうやって確率思考をやって遊ぼう。そうですね。いや、いいでしょ。でも実験場行くよりもね、あの、はい、ここコスト多分あんまりかかんないから。ああ、はい、そうだね、うん、うんうん、実験場最近あんま人いなくて、はい、なるほど、大変です、大変ですね、きっと、話が噛み合ってない。いや、まあ大丈夫ですよ、明日ね、はい、行けば分かるさ、行けば分かるさ、多分、はい、多分。いや、そうです、うん、はい、そんなわけでですね、はい、もう6月ですよ、うん、はい、はい、あの、今年も半分終わるんですよ、もうすぐ、はい、そうだね、そうですね、大変ですよ、うん、いや、8月か、はい、あ、どうしよう、なんかね、じゃあ今年下半期の抱負でも抱負おう、あ、そうですね、おう、いや、でもいろいろあるっすよ、はい、これから、はい、僕はもうなんか馬車馬のような生活が今待ち受けているのが決まっているので、はい、ね、大変でございます、ね、うん、はい、まず教室改装しなきゃ、なえ、ああ、そうだ、あれ、もうすぐ知らなかったのかいな、え、俺知らない、本当に、あ、はい、本町の教室を改装してして、うん、教室が増えます。本当ですか、うん、ああ、そうなんですよ、うん、秋には、うん、そうなんです、小金を貯めたんですね、小金、小金は借りるんですか。なるほど。そうそう、だから、 それに伴っていろいろあのね、あの、機材が必要になってくるので、なるほど、 はい、その辺、あの、小松商事がなんか無料で提供してくれる、さすがですね、いや、素敵ですね、素敵だ、やっぱりね、いや、与える愛は永遠なので、はい、で、請求書だけがやる、請求書だけ、うん、無料だったのになぜか収入が増えないなみたいな現象が後々、ね、はい、そうなんです、うん、教室改装もあり、はい、あとは、まあ、もしかしたら、もしかしないんだけど、我々もライブがあるね、あ、まあまあ、ほどほどあれですけど、まあ、でも、まあ、すぐ気にしますからね、うん、いや、そうだね、秋ね、秋にね、はい、秋にね、あ、コンタイゼンで、はい、おー、うん、一応結構ちゃんとやると思う、うんうん、ちゃんとやりますよ。なるほど、あ、そっかそっか、じゃあやるんですね、ちゃんとやってください、ちゃんとやりますよ、ちゃんとやりますよ、したら、じゃあ僕ね、あの、多分、この放送の日のオンエアの時間あたりに僕はあの、はい、どっかでライブをしてるはずですね。あれ、本当出なかったっけ、あれ、そうだっけか、あ、そうか、え、え、違うよ、昨日だよ、昨日、昨日だ、昨日終わってんじゃん、あ、本当だ、分からないでしょ、昨日、そうです、そうです、そうです、昨日だよ、昨日、昨日、昨日終わってるんですよ、はい、すごい盛り上がりましてですね、はい、遅いわ。あんまりちょっと何が起きたかよく覚えてないんですけど、はい、さすがだね、はい、どうしてもちょっとあのマカナな、マカナなんですけど、ね、どうしてもフラさんに行ってしまいそうでちょっと怖いんですよね。あ、うん、そうね、で、7日がフラさんなので、まあ、みんな来ますよねっていう、7月なのか、7月なのか、フラミンゴさんです、宣伝してるじゃないですか、はい、うん、そうですね、あの、はい、まあ、言っちゃったんですけどね、はい、まあ、7月7日に、はい、ローゼンシェールのイベントで、はい、コベビュー隊さんが出ますので、はい、必然的に僕も出ますと、はいはい、そういう感じです、そういう感じですね、はい、はい、フラさん、はい、七夕、七夕、七夕だね、はい、笹の葉は持ってかなくていいのか、はい、着物を着てきてください、着物か、浴衣、浴衣、うん、浴衣、浴衣着てないね、うんうんうん、俺さ、その辺にある浴衣着るとさ、はい、バカボンみたいなんだよね、短くってさ膝の下あたりまで、あれ、いや、ちょっとそういう面をかぶってバカボンあ、そういうこと、裾をなんとかするわけじゃなく、あの、バカボンに寄せる方 で、 そうで、ここにこうほっぺたにこうくるくるくるってやって、うん、タイミングインってやって、なるほどね、はい、そうか、横松パパになってくれる、あ、そうですね、はい、じゃあ腹巻きを進展させていただく、はい、はい、ということでございます、はい、マジか、いや、はい、そうね、7月ね、7月です、はい、7月ですか、7月ね、他なんかなかったっけ、7月って、
なんかあったような気がするんだ。いっぱいあるな。ね、あった。あるわ。いや、コンタさん的には大変ですよ。山ほどあるのを思い出した。山ほど大変な、山ほど大変なあれですよね。うんうん、あるある。はい、うん、はい、はい。そうだ。まあ、近日、近日中にお知らせです。はい。まあ、あと、あれですよ。7月、まあ、また、ロックバー会の時に多分話すと思いますけど、うん、7月なんかちょっと変わった方が出るとか出ないとかっていう、あ、なんかそんな噂もあるね。はいはいはい、はい、うん、はい、ね、小松さんもよく知ってる、うん、そうですね、はい、あの方がなんかなんかあの方なんか、まあ、僕昨日一緒に車に乗ってまして急に聞いたんですけど、ね、はいはい、あの方なんですね。あの方が、そうそうなんですよ。セッションコーナーとかじゃなくて、ホストバンドの中に、ホストバンドの中に、はい、はい、なんで小松さん笑ってんすかちょっと、いや、ちょっと笑ってしまいました。申し訳ないですけど、ちょっと面白いですね。すごいことになる、うん、ね、そのオファー出した時はちゃんと酔っ払ってなかったのかな、覚えてなんか最近こう覚えてないことが多いらしくて、どこそこのアコースティックライブでちょっと歌ってよって俺が言われたので、あんまりやりたくないなと思ったら本人があんまり覚えてなかったっていうあの時 あのアコースティックライブの話なんだけどさ、覚えてないって言われて、もうね、そんな感じでしたね、はい、いいね、はい、うん、そういう人がやってくると、はい、やってくると、うん、はい、いうわけですよ、はい、そう、7月は盛りだくさんですね、盛りだくさんだかんだと、うん、はい、何日だったっけかな、18とかそんくらいだった気がします、確か、うん、はい、あ、もう28はマカナでやることは僕は言っててもいいはずなんだな、はい、ああ、そうですね、そう、うん、そうだ、7月28日は、はい、マカナの、はい、まあ、ケンちゃんエイドと昔やってた、ケンジ友達がね、はい、でそこの、チャリティーイベントを前やってたんですが、はい、それの、まあ、流れで、うん、今回ラッツギャングで出ると。おラッツギャングってなんだって言われても、はい、もう説明するのめんどくさいひどいひどいな、ひどいな、人だけいらしてください。伝説のバンドですよ、7月28日、はい、日曜日です、はい、まかないいらしてくださいと、はい、まあ、それだけじゃないんですけどね、はいはい、いやー、今度さん大変ですね。7月何曲やるんですかね。あ、考えたくない、しまって言わない方が現実逃避まあ3桁にはならないと思うよ。いやー、3桁やばいですよ、3桁3桁ね、機械にならないとダメですね。2桁で収まってます絶対。2桁の中盤ぐらいじゃないですか。いやだー、それはやだな。いやー、きついな。そうか、そうか、そうか、あれがあるから2桁の中盤に。そうそう、あれか、あれ、あれね、あれね、あれね、頑張ってください。はい、はい、そんなわけで現実逃避したい時間になってまいりました。一旦ここらで CM を、はい、はい、で CM でーす。スムーマさん、店長、店長。はい。これ、9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おー、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、というわけでですね、はい、今週もお送りいたしました、はい、3人で、いいね、雑談をしよう、雑談をしよう、何を話したんですかね。今日の話題は確率思考実験と、はい、そういえば明日のバーベキューで何食べるっていう話をしたかったんだけど、ね、はい、ああ、そうですね、動画の方でしましょう、うん、そうでするか、はい、はい、はい
そうそうそうですよ、うん、だってあれちょうどあの動画がオンエアになるくらいに我々肉三昧、そうだね、猫の子は別部屋でサイコロ三昧になってるかもしれないさあ誰が来るんでしょうかね、焦げ焦げになったやつしか残ってないのがそういうオチが炭しか残ってねえよってなるかもしれない、これは食べれる炭なんでしょうか食べれないの、燃やす方出されるかもしれない、わかんないわかんないわかんない、どっちにしろ黒いからい、これあの何ですか、ね、食材だったものなんでしょうかっていう、肉だったのか木だったのかね、そうそうそう、元食材なのか木だったのかっていう、大丈夫、どちらにしてもね、もともと有機物だったものだからね、今無機物かもしれないけど、まあ大丈夫だよっていう、そうそう、はい、はい、そんなわけで今週もお送りいたしました、はい、はい、小松さん、そして近田先生でございました、はい、ありがとうございました、はい、はい、じゃあ小松さんお願いします、はい、4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜ヶ丘ロータリー沿い、スープカレー桜、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。あ、DJ っぽい。DJ っぽい。あ、さすがですな。いや、まあ、サボってる人と違いますね。そうですね。はい。はい、というわけでですね、お送りいたしました。再来週はサボってるあの方戻ってくるでしょうか。そうですね。でしょうかね。はい、うん、というわけでまた聞いていただけたらと思います。それでは皆様、よいしょ、まずは、お過ごしください。また来週。さよなら。バイバイ。バイバイ。